しーちゃんです。本日は常日頃からライブ 2D を使用していて気になっていたことを検証してきました。カメラスペックによってトラッキングの質ってどれくらい違うんだろうっていうことをね、ちょっと実験してきたので見てもらいたいなと思います。今回使用したのはこちらの2つのカメラになります。どちらのカメラも映像のサイズと FPS はいくつかから選べるんですけど、違いを作るために、このような設定のものを選びました。片方が映像が4対3の比率になっていて FPS が12で、もう片方がいわゆるフル HD というやつですね。それで 30fps になってます。1つ目の方のカメラが、大体3000円ぐらいしました。で、2つ目の方のカメラが大体1万円ぐらいです。なのでお値段にすると、大体3倍くらいの差があるカメラになります。では早速違いを見ていきましょう。今回は条件を揃えるために OBS を二重起動した上で2つのカメラそれぞれで同じ表情を撮影します。で、その後、そちらを OBS の方に移して OBS の仮想カメラから VTube スタジオの方に取り込んでトラッキングをしてライブ 2D を動かすという方法をとっています。なるべく、2つの映像のタイミングが合うように編集してきたので、まずは最初から最後まで見てみましょう。正直あんまり変わらないなという感じがするんですけど、この辺から少しね、激しい動きが入ってきて、こうなると結構目のあたりとかはトラッキングの様子が違いますね。一番最後は目が閉じていたり開いていたりで左右で結構違う感じがしました。早くて分からなかったかと思うので、少し違いが分かりやすかった部分をスローモーションで見てみようと思います。目を閉じるタイミングとかが若干ズレがあるのは、左の方が映像の FPS が低くてよりコマ遅れのような映像になっているので、そこら辺が滑らかに動きが取れていないからだと思われます。目の閉じ具合とかも若干違うかな。だからまばたきをちゃんと拾いやすいのはやっぱり FPS の高いカメラの方がいいかもしれないですね。あと、これはどういう原因かはわからないんですけど、画質の悪いカメラ、今回の状態での画質が悪い方のカメラの方が、半目の状態になりやすくて、ちょっとあんまり可愛くないですよね。ちょっともう一回スローモーションで見てみましょう。口の開き具合にね、若干差があるタイミングがあったりとかするんですけど、これはそんなに気にはならないかなと思います。ただ画質が悪い方のカメラは、横を向いたりとか少しトラッキングが難しい状況になったタイミングに、実際には口を開けていないにもかかわらず開いてしまったりとか、実際には目を開いているにもかかわらず閉じてしまったりとか、閉じているのに閉まってない、閉じてないとか、そういうことが起きがちな気はしました。このあたりの激しい動きもどちらかというと右側の方が自然に見えますね。今のところ少し違いが分かりやすかったので、もう一回見てみます。
実際のカメラを確認してきたところ、どちらかといえば右の方に近い表情をしていました。まあ歯を出していいって笑っている感じでしたね。なので、まあ口のトラッキング的には右の方が正しい感じがします。はい、今複数回こちらの方がまばたきをしたと思うんですけど、これはトラッキングが不安定になった結果、実際にはまばたきをしていないにもかかわらずまばたきをしたように映ってしまってます。はい、また何回かまばたきが入りましたね。まあこういう感じの違いがあるということはわかりますね。まあ、検証は以上になるんですけど、分かったこととしては、まあ、やっぱりカメラのスペックは VTuber であっても高い方がより精密なトラッキングができるという結論になります。ただそんなに違いはないので、無理をして高いものを買う必要もないような気はしました。まあ、あとはカメラを変える以外にも、カメラを置く位置、なるべく正面から顔を写すとか、まあ、トラッキングの設定とかで、カメラのスペック以外の部分でいくらでもトラッキングの質みたいなものは調整が効くので、まあ、そちらをねやってからどうしてももっと質を上げたいんだという場合にのみ手を出すところなのかなというふうにも思います。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。またね。